崎さん、はい、おはようございます。あ、おはようございます。今日 R1 3回戦でしたが、はい、どうでしたか、手応えは。そうですよ、さっき終わったところ、はい、いけそうですか。いや、今回いつも大阪で受けてるけど、東京で今回初めて受けて、はい、やっぱり人数も多いし、ピン芸人の人いっぱい、他事務所の人もいっぱいいるし、はい、全員受けてるんですよ。全員どっかんどっか受けてて、はい、めちゃめちゃレベルも高くて、はい、で、私はもう何が何でもファイナリストになるためにこうやってイベントやってるじゃないですか、はい、で、単独イベントがもう明日ですよ。今も稽古してたけども。そうですね。その単独のタイトルが桜稲垣咲ネタイベントファイナリスト作戦発信やから今結果待ちやけど、万が一これ3回戦で落ちてたらもう明日のイベント何のため、何が発信されるかわからんようなイベントになりますから。そうですね、絶対に受からなダメなんですよ。明日の単独はだいぶ準備はもう完璧なんですかね。そうですね、準備は。たださっきまで R1 のことしか頭になかったのでこっから切り替えて、明日を迎えようと思いますけど、はい、わかりました。ちょっと皆さんに、なんか応援してくださいみたいな。そういう、え、そういうのですか。いや、そういうのじゃないですけど。私を3回戦突破させないなんて、あんたバカ。さあ、ありがとうございます。よし、これに絶対に受かりました。結果を楽しみにしてます。はい、はい、お願いします。はい。